楽大師釈尊霊前夜上にして法王歌唱につけ、その昇殿して菩提達磨尊者に至る。尊者自ら親鸞国に赴き、法王絵下大師につけき、これ当時の仏法伝来の始めなり。だから、こう伝えたということは、お経を翻訳したとか、そういうことじゃないですよ。人間の見本が伝わった。人間の見本がなければ何にもならんわけです。いくら翻訳しても何にもならない。だから、お釈迦さんもこれ人間の、見本が仏というような見本に現れたんでしょ。で、その次に、歌唱尊者に、我に消防現像で反明心あり、マカ歌唱に付属する。その見本がマカ歌唱に伝わった。それから28代して中国に渡る。だからこれは人間の仏法の見本ですよ。だからこれを敵的免除という。この敵的免除して、大師釈尊霊前夜上にして法を歌唱につけ、つけて言うのはね、人弁にすんという字が書きます。これは付属の法という字。付属する。そぞ昇殿して、これを免除昇殿、劇的創造して、ことづけではいけない。人間から人間へ、そぞ昇殿して、菩提達磨尊者に至る。菩提達磨尊者、自ら親鸞国に赴き、その消防現像に安明神の見本を持って中国に渡られる。そうして、最初、領の武帝に追われたが、帝かなわず、ついに功を渡り、その自分には陽子功を隔てて、陽子功から、南が領の国であり、陽子港から北が義の国である。で、帝かなわず領の武帝が、ピンとこないので、陽子港を渡って少林山に至って面壁くらい。そこで絵下大師、これは絵下大師が少林山にやって、非常に雪の降る日、行事の巻などに今何だと言っていく凍るとある。そこで積雪腰を渦む、雪が積もって腰まで、そうして夜通し立っておる。夜が明けてだるまが出てきて、何しに来たという。広く甘露の門を開いて、軍本をどしたまえ。甘露の門というのは仏法の極意のことを甘露の法門という。何時敬心満心。まさか敬心満心でもなかったろうけれど。だるまさんが敬心満心を持って乱れに心情を恋に合うべけんや。そこで二歳が大師は、刀を抜いて、腕を、切って前へ掘り出す。そこで、個人は、道のために形を忘れる。そこで、一体何が欲しいかと。道のために安心を目指してくださいと。
で達磨が安心というが品物にはわからんが、信号もしきたり何時がためにあんじりせんと、そうは心を出せと、信号も通るんでついに深足と、これがまた、この深足というのが、途方もない話だ。そこで達磨が何時がためにあんじりし終わると、私に座禅のことを聞きに来ると、もうこれちょっと50年はしたら座禅は何にもならんと、何ぞになることをするんなら、ちっぽい、金冠みたいなものであろうけれども、何にもならんことをするんだ。今急いかないも不可能、お釈迦さんも無所得。そこで、初めて何時がために安心し終わると、これは、絵か大師に付け木、付属した。これ、当時の仏法伝来の初めなり。これまでにも、三蔵法師の翻訳はたくさんありますよ。けれども、それは、仏法の荷物のようなもんで、お経があるからって仏法があるんじゃない。この時、真実の仏法をまさに道観に類縁して、節目に関わらぬ旨現れき、節目っていうのはね、いや、正常やとか大乗やとか、権大乗やとか、八大乗やとか、いや、秘密やとか、天行やとか、密教やとか、洋館を切って茂りをつけるように、ここが川やとか、ここが民やとかっていう、そういう節目に関わらぬもね、現れき、時に六祖に二位の迅速あり、六祖大師に二人の依頼、お弟子があった。それはたくさんあるけど、その中で、南岳の絵上と、清源の行師。南岳絵上という人が六祖のところへ来た。その六祖が何者か意味もないと。何者が何しに来たと。さて難しいですよ。何者が何しに来たと。8年ぐうのにも出なかったが、8年経ってから、私が最初来た時に、何者かこれ、陰村井ということがようよう分かりました。どう分かったか。節字一物即不中で、解いて一物を示すも即当たらず。あんなもの、こんなものだってそれは当たらん。かえって首相を借りえと。修行と悟るということがあるかと。首相は泣きにしもあらぬ、善がすることを得る。修行もこれだけしたという積み上げていくもんでもなし、悟りもこれだけ悟ったって積み上げていくもんでもなし、首相はあるけれども、ただ首相があるので善がすることは得る。ただこの不善な諸仏の少年、あれもまた寝て、何時もまた寝て、よくこうですよ。これが、南岳絵上の六祖大師の法をついた因縁です。清源行師大和尚、六祖大師のところへ来て、何者がこれ無階級のところと聞いた。ええことを聞いたもんじゃね。大抵な人間に無階級、階級があると思ってるんだ。あの映画監督やアイラー見るっていうと、あれよりあの方が別品、これよりこれの方が、人間の顔に階級つけたり、人間の芸当に階級つけたり。ところが、天元行師大王将は何者か、これは無階級のところ。
ええー、とこ通ったもんじゃね。わしゃも階級大好きやね。これ人間のつけた階級ぐらい。何時兵装、何をしておるかと。招待もまたなさると。招待というのは仏道修行ですよ。仏道修行もしておりませんと。招待すら名をなさる。何の階級にか落ちんと。それが清源行師大和尚の六祖大師との出会いである。そこで共に仏印も伝授して、同じく人間の同士なり、その清源南学、私らはその南学清源行師大和尚、石頭不遷大和尚、薬山四大和尚、雲岩頓城大和尚、東山了解大和尚、これが創造者の系統。共に仏印も伝授して、同じく人間の同士なり、その二派の流蔵するに、よく御門開けなり、いわゆる本源主、教主、曹洞主、雲門主、臨済主なり、中国を旅行してみると臨済宗ばかりです。まあ、まず大体。私は、盧山で曹洞宗の寺に、一家に出会ったことがある。だから道元禅師の御文章の中にも、しばしば、臨済宗のみなりと。現在大宗国には臨済宗のみなり。天下にあ、のみ、天下にあまれ。それが今、どこも皆念仏である。やが大幕も念仏とねる。そうして、密教を加味しておる。じゃあ念仏とねえて密教があって理想。この念仏と、禅と律と密教とのちゃんぽんが今の中国の仏法である。道元禅師の自分には臨済宗のみ天下にあまねし、ご稽古となれどもただ一物真由なり、大宗国も御願よりこの方、御願の孔明皇帝が人人も夢。そうして、家臣の者に裏逃して、裁縫に神あり、名付けて仏と言うと。そこで、使いを発して、仏を求める。そこで、歌唱魔道地光蘭という二人の三蔵星を迎えて、今でも残っておるのが四十二正教が残っておる。だからそれを、五感よりこの方、教籍後を取られて一点にしけるといえども、死を未だ定めなりき、どれが真実の仏法ということは、決まりはない。そして精霊のなし、だるまさんが、インドから、中国へ来られてから、直に葛藤の根源を分け、純一の仏法を広まり、我が国もまたしかあらんことを願おうべし。いわ、仏法を従事せし所作。従事するっていうのは仏法に身を置き、仏法を維持する。それが従事っていうの。寺の番するだけが従事で。並びに諸仏。共に自由三昧に勘座営業するを、その会議のまさしき密とせり。
だからこれが士官だだ、ただ座る。祭典道図悟りを得し人、その風に従え。これ獅子疎下に、妙術を昇天し、心血すなわち真実不月を、受け継ぐ。凡事摂取により出ない。だから、これが禅の根本である。で、以上が条文である。これからが小十分である。これを解くために、以上が条文の核である。十八問答から下が、ルズー文である。お経では、ルズー文のことを俗類本という。で、注文の昇殿に曰く、これは、我々の言う、昇殿の仏法ということが最も大事なことである。それを、消防現像の免除の巻や、秘書の巻、天台宗はどこから起こったかというと、一切経の増経の位で、手を後ろに伸ばして、そこにこう手に当たったお経が、それが中間論であった。その中間論から、三思三観というものがそこで、天台宗というものができたんで、中間論は龍樹菩薩の書であるから、龍樹菩薩に手法をしたと、こういうんじゃけれど、それは免除ではない。だから、宗文には、ことづけは、あいなろう。必ず人間から人間へ、温かい手から温かい手へ、だからこそづかりもんではない、それが宗門の昇殿にはだからそれを免除とか、あるいは死亡とかいうのは必ず人間から人間へ出なければならない。そこで宗門の昇殿に曰く、この丹田昇進の仏法は最上の中に最上なり。それは金剛経の自教不読文の中に、大乗を起こす者のために説き、最上乗を起こす者のために説くということが金剛経の中に。で、だから最上の中に最上なり。しかしそれは非常に有粋なものである。非常に有粋なものであるから、これは道元禅師の法尊のもんでも座禅ということだけは夢みたいなもん。何でも何度あるのやけれども、俺は知らんと思うよ。実際、宗門の人はそうなんじゃない。臨済宗の人は、ちゃんと割り切ってる。こうもいくつ通ったら、それで、悟ったということで。ちゃんと割り切った、もう、目安があるんやから。いくつの公案を肩に発信辺に南東南下に五位に十字金とそれでもちゃんと割り切っておねばい。そうするともうちゃんとその同業組合に
船が回って、ダルスレイは、インカ通ったから、それが干潮を開いてるんだよ。割り切ってる。ヒューマンのやつは割り切れてるはずなんじゃから、自分たち潮干してこれ何したいのしらこれだ。何やらこのほど、お正と赤い幕があってそこで、まあ、心は赤い幕もないしね。だからその斎場の中に斎場という武道が、ここが斎場なんや。修文の人は、修法をしながら自己の仏法を傍読してる。その斎場の中に斎場なる仏法は、三賢知識の初めよりさらに昇降、礼拝、念仏、主参、勧勤を用い、正し正して新人脱落することを言え。三賢知識の初めより、じゃあボツボツ行くもんじゃないじゃん。だから一朝直入に来しという。だから三賢知識の初めよりさらに昇降礼拝念仏主参勧勤を用いる、何にもいらん、しかんただ正して新人脱落することを言う。さてこいつはなかなかね、これでいいのかしらと。苦しも苦しも、座り倒して、で、それからこうプラスも上がらんし、これでいいのかしら。それがどうするかわからんが、ここへ来てみるというと、ただし、ただして新人脱落することを言えよ。新人脱落というたら何じゃか知らんが、色気も吹気も、桶の底が抜けて、ぼさっと何にもなしになるもんじゃと思うけれど、そうじゃない。本部の五欲六人にうろたえておる。あるいは名やとか、あるいは好きやとか、あるいは出世やとか、うまいもんやとか、まずいもんやで大騒ぎしとるやつが、なんもならんことに。円筒状の中に、また平日の半通りが、どれぐらい字で、半紙紙に十枚まで書いてきてる手紙があるが、その中に、何にもならんということ。友達と二人が、何にもならん。どうもない話。やっぱり何にもならん。ああ、大になるから何にもならん。その何にもならん座禅が、すなわちここに言う新人脱落。人間というやつは虚栄心やら、利害得失のために一生涯うろたえている。何ぞのことなんだいかと、盗っ人猫のようにあちこちうろたえておるのが、これが人間というもんだ。人間というものも。それは何にももう行くとこがない。最後に行き着いたのがこの新人脱落です。何をしたって何になるという、私も一生涯これ何にもならん何にもならんで、50年前に私の話聞いたものも、座禅は何になるって、王将は何にもなろうって言って、何にもするのが仏法ではない。それは愚法である。愚法であり愚法であり、
で、そこが新人脱落。この新人脱落という言葉は道元禅師が、天道に戻るときに如上禅師が座禅も新人脱落になると、その時に衛兵以降そのあとの後ろからついていって天山参拝礼拝の辞その三新人脱落してきたと。そこで如上禅師が脱落新人と言われる。和尚を左に引するがなり、我左に引せん、左に引せざる手のりそもさに、脱落と。これは、道元禅師と如上禅師は、これ因縁というのは妙なものですが、如上禅師の、道元禅師の行かれる毎晩に東山五本大師の夢を見たんです。東山五本大師の再来が来るという夢を見た。だからよくよくのこれは因縁である。でも座禅が新人脱落と天引きにしておいて、もし人石地なりというとも三号に仏陳を表し、三昧に断座するだけ、変北海皆仏陳となり、人国ことごとく悟りとなる。もし人でしょ、石地なりとも、一時的なわずかな時間も経営をしたもんじゃ。三号に仏陳を表し、三号というのは、口と心と身と、これを三号という。だから、下上の網戸にかけ、だから口をこう蓋したの、心手あいつけ、口の間に空気があってはいかん。だから口の中に何も空気のない、とこう、だから下上の網戸にかけ、心手あいつけ、これが古密である。こうして右の足は左のままの上、左の足は右のままの上、右の手は左の足の上、左の手は右の手の上、両の体をし向かいで挨拶を。それから左右用心してゴツゴツとするように、耳と肩と体、鼻と細と体、昇進短座に頭で天を突き上げて両膝をぶんと下げてこう座ったところが神密である。それからこの不死老帝は死老せよ、不死老帝遺憾が死老せ、非死老、これが秘密である。この真悔の三号もこれをここに、三号に仏陳を表し、だから三号に仏陳を表し、三昧に断座するとき、三昧というのはサマージ、サンマージ、いろいろ、梵語の訛りはあるが、つまり言うと座禅のことであるけれども、これを自称症状という。自称症状、我々の煩悩や業によって後天的にひっついたものを全部洗い清めてしもうて、そこに諸縁を放射し、万事を休息し、善悪を思わず善意を観察、真意識の訓練をやめ、年相関の資料をやめ、
仏になろうとも悟ろうとも悟らないとも何ともかんとも思わずに昇進断座して座禅をすると、これがすなわち三昧に断座するという。この三昧に断座するとき、わずかに五尺の体であるけれども、私はよく言う五尺の体を五尺の体で使うということは、これははだはだ不敬ではない話である。50年や80年で死んでいくような使い方は甚だ、うん、永遠に死なない、人事一方北海に宇宙いっぱいに使うのがこれは。だから座禅は五尺の体でもって、ラジオやテレビにしてみればスイッチをつけれるもんだよ。ネジを一つひねりさえすれば天地いっぱいの声であり天地いっぱいの身である。だから三合に仏陣を表し三昧に断座するときは、無尺の体や50年80年の寿命でなしに天北海皆仏陣となる。いや、この通りが非常に大事なことだ。天北海皆仏陣となる、人国子供の部悟りとなる。悟りというものは我々の分別妄想の一つの動きを悟りと思うようなつまらん悟りは、これは妄想である。この座禅、それは悟りで、家に諸物の来往しては本時の崩落をまし、格道の証拠も新たにする。格道というのは七角者八正道ということもある。つまり言うと、本時の崩落をまし、格道の証拠も新たに、そこで初めて、諸仏如来の本時の崩落や格道の証拠が、これは一人一時の三合に仏陣を表したこの座禅によって、仏法が待ったらしいんだ。そればっかりではない。十方北海三十六道の分類と、十方といえば東西南北周囲上下、そこにありとあらゆるものだが、三十というのは地獄か畜生、六道というのは地獄か畜生、それは人間天上。つまり言うと、凡夫の世界を三十六道という、そこにいろいろなものがおるから、そこで三十六道の分類、これは無量無遍におるんです。つまり言うと、迷いの修行が、何も人間ばっかりじゃない、何も、それはまあ、その京都は静かな町やけど、東京でまあ、その、あっちもほてくり返する、こっちもほてくり返する、そこのところ、まあ、事故のないのが不思議で、常に危ない世界ですよ。東京のことをマンモスとしとにかく、そこに三十六道の分類、みんなこれ迷いの修行である。東京東京地で、いろいろな学校もありやるけども、東京の学校へ、汚い空気のところで、おかしな気違いみたいなもんばっかり住まいしたりとか、ガリガリ猛者ばっかり
よう、お前、言ったもんと思うほど。その中に三十六道の分類が、あんた一人がって、座禅する。その座禅によって、一時に新人明星にして大下脱しましょう。仏法は自己の問題である。私一人が座禅するということは、宇宙も大抵座禅する。私一人が座禅するということは、本来の面目を厳然する。諸法を皆小学を生へし、一切の者が皆小学を生へ。小学といえば通常言うたら成仏と言うんじゃが、一切のものは、山も川も、畳も障子も、電気も、水道も井戸も山も川も諸法皆小学を生へし、それを私が誰にするとせないということで、それが違いがある。万物ともに物心を使用して速やかに生へのの偏在を一丁へ、生へのの偏在、悟りというものが向こうにあるんじゃない、これを一丁して覚樹王というのは菩提樹のことである。この菩提樹に丹在、一時に無等道の大法輪を手に、苦境無為の人般若を開演し、この純人般若の説法を開演、これらの等小学さらに帰りで親しく愛名詞する道かようが家に、この座禅に確認としてというのは、下辺に先に言ったように下辺にすると手のひら返すようにということです。はっと手のひらかやすように、新人脱落し、それはそうである。皇帝が毎日どう働くかである。ちょっとつまみ食いしてみたり、ちょっとこうやってみたり、何やら第一不摂生会で、調べつぶすこっちゃ、第二不中等会で、第三、不在院会で、第五、第四、これは口紅のとことこ伸ばすこっちゃ、第五福祉会で、これは酒の缶でこっちゃで、皇帝がいかに活躍するかということは、一日の間に六道を何遍ぐるぐる回するか。だから、確認として、それは人間もなれるの。早回りできるじゃん、人間っていうのは。なんか固定した悪人ってありゃしない。だから、従来どういう試験、資料を切断して、そんなことにも手間もひらもいらん。決して天真の仏法を生じ、この天真の仏法に生じして、万
猫未人祭祖箱の諸仏如来の道場をもとに仏事を成仏し、欲仏向上の木に子を暮らしべき、欲仏向上の方を激応する。広大無辺のもので、この時、十方北海の土地草木障壁が略、皆仏事をなすぼむで、いや、一人の人が座禅するだけ、一人の人が、それは十方北海の土地草木障壁が略、皆仏事をなすぼむで、その起こすところの風水の利益に預かる。思わらん。だからその起こすところの風水の利益に預かる。これは確かにその この風水の利益、皆人名不可思議の仏家に目を知せられて、近き悟りを表す。近きはこれは親しくという字、親という字、近き悟りを表す。この水果を受容する類い、皆本性の仏家に名示せられて、仏家にを修繕するゆえに、この修繕ということが、一切合切が皆この仏教を修繕する。これを類いと具重し、どうもするもの、またこともどく相互に無合の仏徳さながり。天殿交差して、これは法華経に出てくる言葉だが、天殿交差、無人無間断不可思議不可少量の仏教、天北海のない下に修繕するもない。法華経の中に五十天殿というのがある。つまり言うと、座禅する人を見た人、座禅する人を見た人をまた見た人、その座禅する人を見た人を見た人が、それが電車に乗ると、電車の中の人が皆その人を見た。それをちょうど五十点点と、五十点点しても無人無間断不可思議不可少量の無量無変、無等度、不可数、不可少、不可思、不可量、不可説、不可説、不可説という、これが不可少量の仏法を、天北海の内下に流通するものなり。しかれども、このもろもろの当人の近くに、金勢だらしむることは、常駐の無造作にして、何も別に意識してするんでもなければ、どうして、するんでもない、そう、骨の折れることでもない、ただ座禅するというのは、これが常駐の無造作。
生は心生なるをもでなり。もし凡夫の思いのごと、諸生を両断にあらせば、修行と悟りというのは二つあるものではないと。修行はしてぼつぼつ悟るものではない。だから修行が真実であれば一朝直入如来し、だから諸生を両断にあらせば、おのおの愛確知すべきなり、修行がこれ、悟りがこれ、各地にまずわるは消息にあらず。消息には名状を及ばざるがいえ、また心境、心は主観、境は客観、共に常駐の承入五出あれども、呪術用の境界なるもまで、呪術用の境界であるから世に諸不権のあれである。一陣も動かさず一層も破らず、何の色彩分別もなく、何の、こともなく、広大の仏寺人人微妙の仏教はなし、ただ一人一時の座禅で一層を破らず、広大の仏寺人人微妙の仏教をなし、この華道の及ぶところ、総目土地共に大光明を話し、人名簿を解くこと極まりだし、いや、俺、一人一時の座禅が、これ、草木土地、共に大光明を話し、人名簿を解くこと極まりなし。草木障壁はよく盆栽、元礼のために専用し、草木障壁、草や木、壁や火器が盆栽元礼のために専用し、盆栽元礼は火炎理でのがいいと、火炎理で草木障壁のために炎上し、盲人十方世界がこれ互いに無人無間断無合の説法をとにかく互いにこうしておる。そこで自覚を確ったの境界、元より焦燥を備えてかけたることなる。消息行われて怠る時なからしむ。ここをもてわずかに一人一時の座禅なりといえども、これが人間に限って、のものでなく、ここぎりのものでなく、この時間空間を超越して一人一時の座禅なりといえども、正法と相明治素地と窓かりつぶるがいえ、無人北海の中に暗い現、暗い現というのは過去現在未来だ。こは過去、来は未来、現在、つまりこれを仏法では三世という、
時間のあらん限りもこらえけという。あり、この時間のあらん限り宇宙いっぱい。だから、宇宙いっぱいのことは、上部音の仏家、同時をなすなり。一人の人が座禅するこの矛盾を変える中に、過去現在未来。上合の仏家同時をなすなり。ひひともに一等の同種なり、同性なり。あれも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 、あんたも私も、お互いに、同種なり、同性なり。ただただ情報のみにあらず、座禅する人が飯を食うても掃除をしても、寝ても起きても転んでも、だから、現中名というものの中には、こう打って声を出す。何人がただの心を打って、は、空を打って響きを出すこと。銅は金をつく種目のことじゃ。だから、種の前回、妙性面々たるものなり、延々として不可思議な声が響くのじゃ。この際のみに限らんや。今のここだけの話ではない。だから、百刀皆本面目に本修行を備え、これは宝庫寺の明明なる百僧と明明なる祖師という句があるが、本面目に本修行を備えて、はかりはかるべきにあらず。さて、この座禅のこと、広大無辺なこと。さて、知るべし。たとえ十方無量豪語者数の諸物、共に力を励まして、仏知恵をもて、一人、座禅の功徳を計り知り極めんとすというと、あえてほどりを知ることはないと。十方豪華者数の諸物、この無量無辺の諸物が、仏知恵をもて、一民座禅の功徳を計り知り極めんとすといえど、あえて悟りを知ることがない。座禅の一文も、これは、自分の功徳をも知ることができるんである。では、極力これは算段したんであるが、これだけが、注文の正殿、すなわち弁道の小十分であって、これから諸は流通分である。この奥の奥を